どうも、後藤てれきです。はい、今日は、あなたらしさ、自分らしさって、なんだろう。それを教えたいと思います。はい。まあね、俺はさ、よく、俺って幸せ、まあほぼほぼ幸せ、まあ幸せ、世界で一番幸せ、まあそんな風に言ってたりするんですけども、でも、お金もない、家族もいない、社会的地位もない、低所得。もうそれだけ見たらさ、普通からしたら、世間から見たらもう不幸せじゃんか。負け組って言われる、部類に入っちゃってるわけですよ、僕は。データで見ると。でも俺は世界一幸せだと思ってるんです。これは本当に、これ本当に強がりじゃないんです。本当に俺幸せだと思ってるんです。なぜかっていうと、自分らしく俺は生きてるから。だって自分らしく生きてないとさ、まず幸せじゃないじゃんか。わかんない。これちょっと断定しちゃってよ。ごめん。それは違うな。それは違うな。俺はそう思ってるから、そう言ってるんだけれども、例えば、まあお金があったって、なんか奥さんいて家族がいてもさ、もう孤独でさ、もう仕事も辛い。孤独で、体も悪くなってくる。これって本当に幸せですか？一生懸命頑張ってお金稼いだとしても、例えば最愛の人から全然理解されないで、一緒に洗濯するのも嫌だ、一緒に寝たくもないとか。もうそんなになったらもう最悪じゃんか、そんな。そんなもう最悪、もう想像しただけで嫌だ。うん。でもさ、まあお金がなかったとしても、例えばまあ正社員じゃなくても、まあアルバイトでもさ、ね、本当に自分らしく生きてて、夢や目標があって、最愛のパートナー、相手がいて、家族もいたり、親しい仲間友人がいてさ、楽しく暮らしてたらさ、それってめっちゃハッピーじゃんか。あなたらしく自分らしく生きて、それで幸せに過ごせてる。僕はそれが、まあ、幸せかなと思ってます。もちろんそれでね、お金もあって、ね、まあいいや、お金もあっていろんなね、もっと物欲も満たされるんであればなおのことよしですけれども、別にまあお金ありきで、何か自分を殺してまで何か、物欲手に入れてもさ、辛くなる一方だと思うんだよ、うん、だって本当にね、なんかいい女がいたと思ってもさ、いい女、そのいい女がね、俺がすげえお金稼いですごい取り繕って、もうなんか、もう相手に気を使って、それでようやくさ、いい女と付き合ったとしてもさ、その後どうすんのよ、本当の自分見せてないでさ、付き合っちゃってもさ、後が辛くなってくるでしょ。だから、自分らしく生きてほしいって僕は思っちゃうね。でさ、まあ、なんつうんだろう、自分らしく生きてとかさ、あなたらしく生きてって言ってもさ、わかんない人もいると思うけど、今更どうやって生きるんだって。でみんなさ、学校教育でさ、普通に生きること、社会に合わせて生きること、学校に合わせて生きることに慣れちゃってるから、どうやって生きていいか分かんないとかあると思うけど、もうそんな簡単。もう何も考えなくていいんだよ。もう別に成功失敗したって、どうでもいいじゃんか、そんな。自分がやりたいように生きればいいじゃんか。だって子供見ろよ。子供ってさ、もう赤ちゃんとかさ、もう幼児とかさ、もうアホみたいに同じことをずっとやってるじゃんか。もう好きなことあったら、もうずっとそればっかやる。好きなおもちゃあったらずっとこうブー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 やってさ、あはー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 とブー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 あはーあはーって同じことやってもアホちゃうっていう感じだけどさ、でもそれって俺なんだよ。それだってさ、俺選挙にもう9回連続落選してんだよ。同じことずっとやってるのアホちゃう。でも俺全然苦にもなってないし、うん、全然もう俺らしさだから、それうん、全然もう苦になってない。ずっと、ま、もう赤ちゃんがブー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 やってんの一緒。毎回毎回選挙やって、落選して。別に落選したいわけじゃないよ。もちろん当選したいけども、全然俺気になんない。うん。普通の人はやっぱ気になっちゃうじゃんか。もうブー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 やってて、あ、ブーブーやってたら、あ、どうしよう。宿題やってないとか、ご飯食べなきゃ、歯磨かなきゃ、明日のことどうしようとかさ。もう、将来、年金だ、税金高くなるとか、仕事どうしよう、この先、戦争、なんかいろいろ考えちゃうじゃんか。でも、子供なんて考えない。ブー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 好きなことやってる。もそれでいいじゃんか。俺だって、
もちろん将来のことを考えるけど、今目の前のこと、そして将来のことも含めつつ、自分がやりたいこと、やろうと思ってることに全力でやってるだけ。うん、先のことなんて考えない。まあ、考えるけども、成功失敗もそんなのは二の次。うん、まずはさ、自分が何をしたいか、何がやりたいかじゃんか。うん。それが自分らしさじゃんか。その上で生きていけたらそれでいいじゃんか。もう欲張りすぎ。うん、欲張りすぎっていうか、なんか世間に合わせて生きていきすぎ。それで幸せになるわけないじゃんか。もちろん、それは物欲としての幸せはあると思うよ。最低限の衣食住を確保できるように、こういう風にしたら、正社員になれますよっていう、そういうね、もう戦後ね、焼け野原で、もう衣食住がもう足りてない、時の教育なんだよ、そんなのは。そんな、それで生きてたらさ、これからの時代別に衣食住、基本的にはさ、道足りてるわけですよ。最悪生活保護もある中で、ずっとね、エスカレーター式というか、もうみんな同じような一律で同じ教育して、自分らしさってなんだろう、生きがいってなんだろう、生きる意味ってなんだろうってもうみんな考えてるのに、ずっとさ、もうみんなと同じようになんかこう、さ、歩いちゃってさ、それ楽しい、幸せ、ハッピーって俺は思っちゃうわけ。まあ別に人それぞれあるよ。うん。だから人それぞれの価値観だからいいんだけど、まあ日本人1億3000万人。地球人で言えば70億人ぐらい？ちょっと正確にわかんないけどもっと増えてるかもしれない。で、70億あったとしたらさ、70億の個性があるわけで、70億のこの生き方があるわけでしょ？一律じゃないんだよ。だけど日本人、うん、まあ、日本人ってもう一律に生きちゃおうとしちゃうじゃんか。みんなに合わせて。それって楽しいの？って俺は思っちゃう。それで幸せなの？って思っちゃう。だから、もう、多様的でいいし、多様的の方が自然なわけじゃんか。そっちの方が普通だと思うの。うん、その中で、自分らしく生きること、自分が本当にやりたいこと、子供の頃ね、自分は何をしてるときが楽しかったんだろうか。親の目を気にして、辞めちゃったこと、学校で注意されて怒られて、やめちゃったこと、正していったこと、まあ、先輩だとか、友達だとか、恋人とかに言われて、自分を、小さくまとめていって、今の自分が形成されていったと思うんですけども、じゃあ本当の自分ってなんだろう。それを僕は、皆さんに、伝え、教えていっています。それはまあ、テルキ塾でもありますし、まあ、それテルキ塾なんですけど、まあ、僕はもう個人コンサルもやってるんですが、まあ、僕の答えがね、すべて正しいっていうわけではないので、皆さん一人一人あると、それぞれ考え方があると思いますが、まあ、僕はね、低所得でも、本当に、うん、まあ、低所得年収100万未満とか、でもお前らもう年収200万とか300万いくだろう、どうせ。そういう年収200万でも、幸せに生きれる方法を皆さんに提供できる、提供しています。でもそれだったらまあお金稼ぐ方が簡単なのかもしれないけど、まあ、要するに、つまり、自分らしく生きるために、別にお金とかいらないよと。最低限生きていけば、まあ、工夫、知恵と工夫でね、堂々とも生きれるよと。僕はそう思っているので、そういうメンタルも、養っていけたらと思っております。まあ、今、この話を聞いてね、自分って本当は何がやりたかったとか、そういうのをちょっとね、なんか気づいてもらったり、なんか変化が、ね、あったらいいなと思っております。ということで、何かの気づき、参考になれば幸いです。後藤輝基より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。